あこれはめちゃめちゃ効いているはいどうもバードインセクトの林です、えー、以前にですねポーラプロの可変 ND のレビューをしたんですけれども、えー、そこでポーラプロ提供いただいたスカイリンクジャパンさんからですね新たなフィルターをまた提供いただいたのでそちらのレビューをしていこうと思いますそれが、えー、こちらなんですけれども、えー、以前提供いただいたのがこれパッと見ね 全く同じなんですよねじゃあ何が違うのかっていうとですね裏面見るとちょっともう管理のためのバードシール貼っちゃってるんですけど、えー、前にレビューした方がシグネチャーエディションっていうやつで新しく今回レビューする方はミストエディションっていうものなんですよねじゃあ何がこれ違うのかっていうことなんですけれども、えー、前回のシグネチャーエディションの方は、えー、可変 ND です、えー、つまり外から入ってくる光を暗くするための フィルターで,す、ね、で今回のミストエディションっていうのは前回の「可変 ND」の機能はそのままにプラスですね「ミスト」の機能が入ったものになります。じゃあ「ミスト」の機能って何っていうことなんですけれども簡単に言うと全体のこの画像のコントラストをちょっと下げて。 ででハイライトの光を少しふわっとさせる効果を持ったフィルターです、えー、昔はです、ね、あのソフトフォーカスフィルターとか流行った時期があったんですけれども、えー、あれは結構全体的にふわっとしちゃう感じでかなりこうドリーミーな雰囲気になるんですけれどもそれよりは弱くですね、えー、ハイライトの方の光だけふわっとさせるっていうような機能を持ったのがミストフィルターと言われるもので、えー、映画なんかでよく使われるものですね えー、僕らもですねミストフィルター自体は結構いろいろ使ってきたんですけれどもこの可変 ND とミストが1枚でセットになったフィルターっていうのは初めてででかなりびっくりしました。 こんなフィルターがあるのかと。というのもやっぱりフィルターワークってめちゃくちゃめんどくさくて、えー、ND フィルター入れてミスト入れて露出合わせてみたいな感じになるとですね結構それだけで手間なんですよね。えー、それをですねポーラプロさんの、えー、この間のレビューにもありさせていただいたんですが可変 ND なのに色の変化がすごい少なくて、えー、実用できるっていうところプラスさらに とななったらこれは現場がめちゃくちゃゃく楽になるぞということでぜひ、えー、にということでレビューさせていただく運びになりましたということでですね、えー、僕らバードインセクトという会社で普段は企業さんのブランドムービーなどを制作してますということでよくやらせていただいている BMW さんとディスカバー・ジャパンさんのタイアップ企画のコンテンツで、えー、このフィルターを使ってですね丸々1本映像を撮ってきましたので、えー、それをですね一緒に見ていきながら らフィルターの効果を検証していこうかなというふうに思いますはいじゃあ一緒に見ていきましょうウィズ BMW の栃木で撮影した映像になります最初のこの川の陳列はわからないかなはいはいはいああ、今一瞬聞いてましたねあそしてこのカットも効いてるなこの外から入ってくる光が今ふわっとなってるのが 見えますでしょうかここはですね見た目ではこんなに暗い場所じゃないんですよねなので ND フィルターも必要でミストも必要っていう場合になるんですけれども、えー、結構ミスト効いてますねこのようにこの強いハイライトが入ったところだけふわっとするっていうのがミストの効きの特徴になりますいきなり効いてるカット出てきましたね でこんな感じではい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 うん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 この辺のカットもですねこのパッと見で確実にここが効いてるっていうのはえ分からないんですけれどもでも実はこのコントラスト感とかにすごく影響してるんですよね、えー、なので ななんだろうなすごい平たく言うとシネマチックに見えるというか、えー、コントラストが下がって少しこう表現が難しいんですけどぬめっとした画像になるんですよね、えー。パキッとした画像っていうよりはちょっとこうぬめっとした質感になるというか、えー、それがこのミストフィルターが入った時の特徴になりますね。で次のカットみたいなここも効いてますね。こののヘッドライトの、えー、周りがこうふわーっと 微妙になってるんですよねなので、えー、この辺が、えー、この辺特にだからこの車のヘッドライトとかで、えー、ミストフィルターの効きっていうのはわかることが多いですねただ完全に夜になってしまうと ND いらないじゃんっていう話になるんですよねなので、えー、夕方とかでちょっと ND でシャッタースピードは50分の1にしてあげなきゃいけないけれども えー、ミストの効きが欲しいっていう時に使えるフィルターになりますねあー効いてますねやっぱこの質感もともとこれ霧があるんで光が拡散してるんだと思うんですけれども、えー、プラスこの質感はミストで出てる感じがすごいしますねうんうんうんこの辺はドローンカットで、えー、あーこれも効いてるね これも聞いてますね、えー、これもさっきの最初の方のカットと同じようなシチュエーションで、えー、窓からの明かり特にこれ右側の窓は分かりやすいかな周りにこうふわっとミストが効いてるのが分かるでしょうかうん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  <laughs> ああこれも効いてそうああ効いてますねこの左上の光の周りとか 結構その些細なことじゃんって、えー、思う方いらっしゃるかもしれないんですけれども、えー、微妙なところでも聞いてることをこう全体として、えー、雰囲気を人は感じてるので一見この場面あんまりこのミストフィルター効果ないかなみたいなところでもですね、えー、聞かせてあげると最終的な雰囲気に大きく影響するんじゃないかなというふうに思います。う 聞いてるカット選んで撮ってるんじゃないかみたいな光の入り方してますねこれ左えー、聞いてますねかなりうんこのカットいいカットだな、えー、撮ったのはうちのねシネマトグラファーの阿部くんでディレクターがうちの、えー、ディレクターのシュマくんになりますねいやいいカットだなすごいは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 いわうわー 聞いてるかわかんないけど聞いてるんだろうなっていうカットきましたねこの、えー、直接の強いハイライトはないんでここが効いてるっていうのは言いづらいんですけれども、えー、このコントラスト感というか、えー、少しこうぬめっとした っっっっっととししたたばかか言ててるなな良くない表現ですかね何だろうなこのコントラスト感、えー、うちが使ってるレンズが基本的に、えー、シグマのアートラインのレンズを使ってますなので、えー、そのままだと割とスチール的というか、えー、パキッとしたクリアな感じの写りなんですよねそれがミストフィルターで和らげられていい感じになってるっていうのはあるかなというふうに思いますね個人的にはめちゃくちゃハイライトが入る場面でミスト使ってるねみたいな場面っていうよりも、えー こういう感じでねささやかに使ってあげるっていうのが結構おすすめになりますえなのでえパッと見でこう「使ってるね」みたいになるっていうよりは「なんかいい質感ですね」みたいな「実はこのフィルター使ってたんです」みたいな使い方ができると結構理想的かなというのはなりますうーんこれとかもどうなんだろうな うーんハイライトにこれ効いてるんでしょうねっていう感じですね。うーん。はい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 。これとかはね分かりやすいですよね、すごく。えー、やっぱりこうヘッドライトとかがそのまんまこれ何も拡散されずに。 撮られると結構こうリアルなな感じのよよううになっちゃうんですよ、ね、えー、それがやっぱり、えー、ミストフィルターが入ることによって、まあ、ミストの名前通りこうちょっとね霧がかった山みたいな山,山じゃなくてもいいんですけどちょっと霧がかったみたいな雰囲気になるとかなり雰囲気が出るなというふうに思います。ああ今のカットも効いてるなこれ効いてるなえ聞効いてないかあこれはめちゃめちゃ効いている。 これはねハイライトがかなり強いんですごく効いてますね。でこれですねミストフィルターにもいろんな強さのものがあってただこのポーラプロの。 ミ、えー、ミスストトエディションっていいうのはミストのはは強さは選べないです基本的に1種類この強さのミストのものしか選べないんですけれども、えー、ミストフィルター単体で売ってるものの利点としては、まあ、有名なところだとねティフェンっていうところとかあと最近は健康さんが出してたりするんですけれども、えー、ミストフィルターの強さがね選べます僕らがよく使ってるのはこちらのティフェンの八分の1っていうブラックミストあえっ、ー、とティフェンの八分の1っていうブラックプロミストって言われる、えー、ミストフィルターを よく使っていてい結構これはおすすすめです結構つけっぱなしでいけるぐらいの感じそれに比べると結構効きがが強い感じがしますねなのでめちゃめちゃ強い光が入った時に、えー、いかにもミスト効かせてますっていう映像が連続するとちょっとこの映像何て言うんですかこってりしてるなみたいな味が濃いなっていう感じになるかもしれないのでこのぐらいの光感の時に使ってあげるのが結構いいかもしれないですね。えーいやでもね 面白いいいフィルターだと思いますすごくこう、えー、特にこういう状況とかはさほど逆光が強いみたいなわけではないのでそんなにミストフィルターの効力をめちゃめちゃ感じるっていう場面ではないんですけれどもむしろこういうところで使ってあげて、えー、この微妙なコントラスト感の違いとかで雰囲気を出してあげるっていうのがいいのかもしれないですねうーんあーこれラストカットかなはい。 はい。じゃあもう少し実験的にミストの効きを見ていこうかなと思います。えー、こういうふうに直接光源が、えー、映ってるような状態だと、えー、ミストの効きっていうのはすごいよく現れます。えー、今ですね、普通にレンズ、えー、カラースコパーの 21mmF4 っていうレンズなんですけれども、えー、それにフィルターをつけずにいる状態ですね。でこの状態で、例えばこうやって iPhone とかの 光源を直でね当てて動かすとミストの効きがすごいわかりやすくなります今はですねこのレンズだけなんで、えー、レンズそのもののフレアの出やすさに依存してフレアが出てるかなちょっと出てるかなというふうに思いますはい次にですねポーラプロのミストエディション今入れてみてますこの辺の光源の感じとかがさっきの BMW の作品と 似たような感じでねこうふわって入ってるのがわかるかなと思います、えー、iPhone の光も見てみましょうあー確かに入ってますよねなんか結構印象としては広範囲にふわって入るっていうよりも何ていうんですかね光源のこう近辺に結構強くぶわって出て意外にこう早くミスと収束するみたいな感じのイメージ で入ってますねなるほどちょっとじゃあミストの利きの違いを見るために、えー、次は、えー、ブラックプロミストの1 8分の1入れてみようと思いますはいこちらがですねブラックプロミストの1 8分の1ですあ似た感じの利きかなさっきとうーん結構利き的には似てるかもしれないですねちょっと iPhone の光源入れてみますね あーなるほどはははいはい、はいブラックプロミストの方が少しこう広範囲まで効いてる感じはありますねポーラプロのミスト結構強いかなと思ったんですけども、えー、意外にブラックプロミストとそんなに変わらないというか8分の1でも結構効いてますね、えー、なんとなく、えー、ブラックプロミストの方が、えー、効きが少しこ滑らかな感じ えー、広範囲にわたって少しふわっとなるような感じがしますね、えー、コントラストもブラックプロミストの方が、えー、落ちる傾向にあるのかなっていうふうに思いますはい今ミスト外してみました、えー、さっきまでミストありの状態にちょっとれ目が慣れてたのでミスト外すと結構なんていうんだろうなリアルだなというかなんていうんですかね リアルだなっていう感じの写りにすごい見えますねえー、こっちの昼間撮ったテストの作例を見てみても、えー、やっぱりブラックプロミストの方が広範囲にわたってふわっと聞くようなイメージがありますね結構ねこれミストはなんかミスト沼みたいなの多分あって、えー、あれでもないこれでもないみたいになると思うんですよねそれはやっぱり強さだけで表現できないというかこんな風にこうキャラクターの違いがあるんで、えー、なかなか え難しいいなというのはあります、えー、僕が今回お見せした素材ではこう見えてるけどご自身で例えば作品を撮られたら。 全然その違う見え方になるというか、なるほどね、こういう危機感っていうのがやっぱりあると思うので、えー、なのでですね、できればその東洋レンタルさんとかのミスト系のフィルターを貸し出ししているところで借りて使ってみるのがガチで選ぶんだったらいいのかなというふうには思います。林の作例で見るとこうだったけど、この人の作例だとこうだなみたいなのももしかしたらあるかもしれないですね。なので、 えー、僕のこの動画だけじゃなくていろんな方の動画をねぜひ参考にしていただいてで、えー、もし気に入ったら購入いただけると嬉しいなというふうに思って おります、えー、今回スカイリングジャパンさんのからの提供なので、えー、できれば僕のね概要欄から買っていただけるともともとバードインセクトのディレクターだったね奥村さんっていう方が、えー、今いる会社なので僕がね奥村さんに、えー「林くん全然売れてへんやんけ」みたいなことで怒られてしまう可能性があるので、えー、できればね僕の概要欄から買っていただけるとまあ僕が怒られずに済むかなというふうに思っております。 という感じで、えー、今回もレビューしていきましたが、えー、最後までお聴きいただいた方ありがとうございましたまた別の動画でお会いしましょう最後あれなんかミストを聞かせたこう終わり方みたいなのあんのかな